社会不適合者の定義は何ですか？社会適合者じゃない人です。すみません。タイトルは、社会不適合者が成功しやすい時代とおっしゃるんですけど、単純な話でいくと、学校の勉強がうまくいってた人は、いい会社に入って、いい給料をもらえるっていうのが、割と、平成の途中までぐらいにあったと思うんですけど、今、いい学校出たとしても、いい会社に入れる割合ってあんまり高くないんですよね。要はいい大学に出て能力の高い人はもちろんいい会社に入れるんですけど、そこそこの大学に出ても能力値低い人っていい会社入れないんですよね。要はその結構絞り気味っていうのもあって、いい会社は。なので競争率めっちゃ高いっていうのがあって、なので一生懸命いい学力のところにいたとしても、能力値が高い人は別にいい学歴ってことでいい会社行けるんですよ。ただ、先生の言われた通り、言われたことはきちんとやります。で、それなりに真面目にこなしますっていうだけだと、そんなやつ無尽蔵にいるんですよ。で、さらにそういう無尽蔵な要は、言われたことを真面目にこなす能力というのは、コンピューターには残念ながら人間はかなわないんですよね。というわけでお疲れ様でした。